はい。えー、どうも、吉谷です。えー、熟成さんからですね、結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。えー、結果報告させていただきます。今月ドリアカに入り、情報発信を吉谷さんから学び、毎日動画を見て勉強させていただいております。昨日、20万のコンサルが1件ですが決まり、本日入金も確認できました。お客様にどうして僕を選んでいただいたのかを伺ったところ、主演さんなら信頼できるからと言っていただきました。これもドリアカで教わった個人に対しての返信動画、非常に効果的でした。えー、今月、 現時点でコンサルはその他のインターネットの収入合わせて60万ほど上がっています。今月、まだ10日ぐらいですよね。うん、ちょっとメール、まあ、僕が病み上がり、病み上がりで撮ってるんで、まあ、メールいただいたのが2日前ぐらいなんですけど、10日ぐらいで60万ほど。うん、素晴らしい。 ちなみに、吉谷さんの100万稼ぐステップ講座は毎日見ていて今月に100回見ようと思います。今日メルマガを始めて早速1つ目書き終わりました。3時間以上かかりましたが、スワイプファイルを見ながら書いたので、この調子でステップメールを構築していきます。最終的にステップメールのみで月100万を稼ぐのが今の僕の目標です。明日からも本事設で頑張ります。ということで、素晴らしいですね。まあ、あの、ドリアカーで教えてる内容ですね。あの、そちらをやっていただければ、 多分ね、結果報告いただく方の中で、まあ、ただこう多分そもそも、そもそもですね、多分おそらくいないんですね。例えば、ちなみに、えー、動画を100回今月見ようと思いますとか、多分これいないですよね。ドリアカの熟成さんの中でこの100回見るっていうのは、多分100人いて1人2人3人とか、まあそれぐらいかなっていう100回は見ないですね。まあその、まさきさんっていう人はね、このステップメールの講座、 えー、設計図の講座を、まあ、100回以上見たのか分かんないですけど、まあ、死ぬほど見てで、まあ、ステップメールから自動では収入が上がるようになったっていうことはいただいてますけれどもまあ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 あんまり見ないしやらないんで、うんまあ、結果が出てる理由っていうのはもうこの文面からまあ分かりますよねっていう話で、まあ、こういうのも例えばこれなんかあの誰でもできることなんですよ僕が教えてるのって。 なんかこありがとうございますっていう、ありがとうございますっていう動画を作るって、なんか別にうさんくさいことでもないし、別にそれができないっていうことで、僕は、もしそれができないんだったらビジネスじゃないじゃないですか。なんかそのお店に来たお客さんに対して、いらっしゃいませって言えないのと一緒で、僕はインターネット上、インターネットだから、なんかその、違う、なんか、インターネットは特別とかないじゃないですか。結局は、向こう側に人がいるわけですから。うん。だからまあ、 これができないっていうのも僕はどうなのかなと思います。別にいいんですよ。いいんですけど、ビジネスとしてやるんだったら、その、いらっしゃいませ、言おうと、うと。で、飯食、例えば飲食店だったらいらっしゃいませ。で、飯食って帰った後はありがとうございましたって、かなり言いますよねって話で。まあ飲食店以外もリアル店舗そうだと思うんですけど、それがインターネットだと言わなくていいのって話で、いや違いますよねっていう。だからこれは、うん 誰でもできることなんで、ドリア化成に関しては、全員やってほしいなっていう。で、逆に言うとですよ、僕、本当にラッキーだなと思うのが、なんかリアルで、当たり前でやられてることがネットでやられてないんで、ネットでやると <laughs>、ただこれだけで、ただこれだけで差別化ができるっていう、なんとも魔法な方法なんですよ。リアル、リアルでね、例えば、お店に入っていらっしゃいませっていうのは、なんか当たり前すぎるじゃないですか。そそれでなんかその うん、おじきの角度とか、なんかいろいろあるかもしれないですけど、当たり前すぎてそこでまで差別化できないですよね。差別化が結構難しいわけですよ、みんなやってるから。でも、どあの、ネットだとみんなやってないんでこう、ただ当たり前のことやるだけで差別化できるんで、これはね、ほんとやってほしいなと思います。しかも自宅にいながらできることですからね。うん。なんこれやってて怪しいとかな,なくないですかうん。 僕はこれで何か怪しいって言われるんだったら自分がやってみたらどうですかって話したんですけどね。うんう。はい。ということで、まあ、あの、まあ、こう、素晴らしい結果報をいただいたんですけど、結果がなぜ出てるのかっていうのは、まあ、最速でね、結果が出てるっていうのは、まあ、このメールの文面からも、まあ、にじみ出てるんじゃないかなというところです。で、他の結果が出てない塾生さんも、もう本当にドリアカーで教えてる内容を、 マジで、ちゃんとやれば結果は出ますんで、あとはその、まあ、最近ね、体調不良で、あの、体調不良でも一応ライブ放送やりましたけど、まあ、ちょっとね、あの、見てくれてる人がもう終わっていいよっていうのを結構いただいたよもう甘いと終わっちゃいましたけど、頭めちゃめちゃ痛くてもライブ回してますからね、サポートはしてるんで、わか,かんないことあったら聞いてほしいなと思います。はい。では、えー、結果報告のシェアはこれで終わります。ありがとうございました。